えー、それではちょっとおすすめの作品、えー、ボイジャーのブースの、えー、ジャバラと呼んでいますがぐ,ぐじゃぐじゃぐじゃっとた、まえー、谷折り山折りになっているところのあそこがおすすめの作品のブースになります、えー、いくつかご紹介をしたいと思います、えー、まず1点目が、えー、この広島長崎の前にこれ実はですね、えー ボイジャーの愛好家の皆様であれば CD ロムでこれを読んだことまたは買われた方がいらっしゃるんじゃないかと思いますロバート・オッペンハイマーこれは核兵器の開発の総ボスですですが最後はまた追われてしまうという不遇の人ですこの人がどういう経緯で 広島、長崎の爆弾を作る前に何をしたかそれがマルチメディアタイトルとして出ていますこれを翻訳した富田さんから、えー、メッセージが届いています、えー、富田さん、えー、こう書かれています、えー、先進性を追求したフォーマットを技術革新の激しいコンピューターの世界で維持し続けることは困難だ この作品も私のマッキントッシュでは長く開けなくなっていた。マルチメディアが永遠の握手であるとは思わない。ただし、ボイジャーが先陣を切った電子出版20年の歴史の中でネットワークにつながる幅広い環境で永続的に開き続けられるテキストを提供することの重みを我々は繰り返し味わってきた。 今、標準ファイルフォーマット、HTML5 を利用したボイジャーの B&B で、この作品が蘇ることを喜びたい。これが翻訳者であった富田さんの応援のメッセージです。ボイジャーも全くこの考え方に、えー、賛同しますし、やはり CD-ROM 時代にあったこの本が、なぜ今、 そのハードウェアが変わってしまっただけで読めないのかというのはやはり考え続けなければいけない重要なテーマだと思います、えー、もう一点この作家になったプリンセスをちょっとじゃあご紹介いたします作家になったプリンセスこちらはですねルーマニア生まれの作家でマルト・ビベスコさん でこれはあの女王陛下というか女王様ですね女王様が、まあ、作家になるわけですが、えー、ほぼですね日本においてマルト・ビベスコを知っている方の方が少ないと思いますすいません、私も知りませんでしたただ、こういった本を出せる可能性があるそれが電子 書籍の面白さだと思います。売れる本だけが並ぶような電子書籍であれば、やはり面白くない。いろいろな本があってもいいと思います。そして、内容も多種多様であればあるほど、本は面白くなると思います。ということで、これを一つご紹介しています。すべてですね、作品はあちらの方に並んでおりますので、ぜひちょっと、 帰りりの際はお立ち寄りください。続きをさらに、えー、じゃ続けます、えー、購入までの流れです先ほど、えー、ご説明しましたように非常に購入はシンプルですと私は申し上げました、えー、まず購入にあたり作品紹介ページで中身を見ていただきますそして、 気に入ったら、立ち読みボタンを押していただきます。そうすると、立ち読みボタンを押した段階で、全画面にブラウザが開いて、このような形で、先ほどもちょっと iPad でお見せしましたけれども、本が開きます。読めます。ここポイントです。購入とログインが常に出ています。立ち読みを初めてした段階では、出版社様や著者様の ごしてあるんですが、ある一定区間読めます。で、ある一定区間を超えると、ログインしてくださいという表示が出ます。このログインのボタンを押していただく、つまり、まあ、ボイジャーの会員になっていただくんですが、会員になっていただければ、立ち読み区間がさらに伸びます。立ち読み区間を過ぎて、 最後まで立ち読みの最後まで行った場合っていうのはこの購入のご案内に出ます購入していただくとその続きからそのままストレートに続いて読めますつまり立ち読みをしてログインをして読むだけですしかもいきなり買うこともできますいきなり買うこともできますこれだけです買えば読めます なぜならプログラムは我々がブラウザに送り込むのでお客様はインストールする必要はないです買って読むこれだけですで、えー、先ほどちょっとご説明をしました電子書籍の埋め込みについてご説明します、えー、これは時 <laughs> 事お笑い芸人プチカシマさんというのがいまして <laughs> プチカシマさんの嘘ソ社説というのをボイジャーで出していますまあ時事ネタなのでちょっと昨今ですと、えー、少し古いかなというところもあるんですがかなり際どいことをか、まあ、言われる関われるそういう作家さんですこの作家さんのブログがこのブログです実はこのブログにこのような形で先ほどの電子書籍を埋め込んでいます ですから埋め込まれた先は先ほどの一緒ですある一定の立ち読みまで読んでログインすると立ち読みが伸びて購入することができますこれ実は結構考えるとすごいことなんですが何がすごいかちょっとご説明をさせていただきますブログに電子書籍が埋め込めると何がすごいのか たかが電子書籍がブログに埋め込めるだけで何がすごいの実はですね電子書籍が埋め,る埋め込めると誰でも自由につながる読む売ることができますこれは誰でもが自由につながり読み売ることができるそういう仕組みになります ブログで自分の作品を紹介したり、好きな作家さんの作品を他の人に紹介したり、ブログですぐ読むこともできるし、そして何よりも売ることができます。つまり、この仕組みは、ストアなきストア、ボイジャーユニバーサルストアと呼んでます。これユニバーサルストア何、何どういう意味 例えれば、ですね、倉庫が同じショップと営業マンのいるような関係です。著者の作品が書店に並べられて売られているだけれども、著者や営業マンが一人で一冊ずつ売ることもできますこのように自由に売ることができるのが B&B ストアです。 そしてストアなきストアユニバーサルストアという意味になります B&B ストアへどうぞお越しくださいということになるんですがここまでお時間いただいてご設置ありがとうございます背後にですね実はボイジャーのブースあります先ほども申しし上げましたように、B B、の デモンストレーション多数の機材で用意しています。皆さん見るぐらい余裕なのでぜひお立ち寄りください。しかも、ヤフーさんのブースでも実は b ビ b 使っていただいています。同じようなデモンストレーションを受けられます。ぜひぜひ皆さんすぐに周りに散らばって今のデモンストレーションを体験していただければと思います。ご清聴どうもありがとうございました。